リヒャルト・ヒュルゼンベックとラウル・ハウスマンラウル・ハウスマンは、オーストリアの画家、デザイナー、詩人、写真家、ジャーナリスト、舞踏家。ジョン・ハート・フィールドやハンナ・ヘヒと並ぶベルリン・ダダの創立者のうちの一人、アナーキストとしても知られ、ダダゾーフと呼ばれた。詩の視覚的な表現、フォトモンタージュが有名。ウィーンに生まれるが、1901年、14歳の時に、 ベルリンに移住。旧来の芸術に不満を抱く若手芸術家たちと行動を共にし、1918年4月に最初の大規模なダダの夕べに参加。ベルリンダダの創立者の一人となる。同年の夏頃より当時恋人であったハンナヘヒキと共に新たな表現手法としてフォトモンタージュの創作を開始。その革新性。 表現としての力強さの取りなってゆく、ポスター用の木版活字を用いて、ポスター詩、文字詩と呼ばれる作品群を発表。またそれらの詩を自ら吟じながら踊るというパフォーマンスも考案し、視聴覚の両面から訴える表現を追求した。ベルリンダダの中では、ヨハネスバーダーとよく行動を共にし、1919年には二人で、 ダダ共和国樹立を宣言したポスターを制作。驚いた当局から軍隊を差し向けられるという事件も起こしている。1920年にベルリンダダが開催した第一回国際ダダ日本史においては、自らのフォトモンタージュやコラージュ、デッサン作品を多数出展。運営にも積極的に携わり、展示内容に憤慨する国防軍将校に対してはアイロニーをもって応酬した。 この年、彼の最も有名な作品である、機械的な頭部の制作を行っている。こうして、ベルリンダダ運動の中核を担った彼であったが、1920年末には、ダダイスムの歴史など、これまでのダダの動きを総括するかのような2冊の著書を出版。その後、直接的には、ベルリンダダから排斥されていたクルトシュビタースと、を深め、年には、 シュビッタース、ヘヒと共に、プラハにおいて、アンチイコールダダの夕べを開催している。1920年代後半からは、写真家としての活動があるじになり、風景、ヌードポートレートなどを題材に作品を発表。さらにナチスによる前衛芸術への迫害が強化されると、スペインのイビザ島に移住し、同地の土俗的なモチーフに傾倒していった。 1937年にはチェコスロバキアに移るも、1938年には戦火を逃れてパリに移り、1944年まで筆塞した生活を余儀なくされた。第二次世界大戦が終結すると自由な芸術家としての活動を再開。1950年代に入ってアメリカを中心にダダの再評価が行われるようになると、同国の芸術家と活発に交流。 議論を行ったが、その時流行していた、ネオダダというキーワードにくくられることは明確に拒絶した。フルクサスの中心的人物の一人、ジョージ・マチューナスに対し、ネオは何も意味せず、イズムは、古臭い。なぜ単に、フルクサスでは、ダメなのか今やそちらの方が新しく、ダダは、歴史の彼方のものであるから、その方がずっと良い。かつてのベルリンダダの同志たちも、 同意見だ。ネオダダなどというものは存在しない、と書き送っている。1971年2月1日、終わりの住処となった、フランスのリモージュにて死去した。ありがとうございます。